おはようございます。あるいはこんにちは。あるいはこんばんは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、アニメ第3期の後半で魔都開国編が放送されたので、小説9巻をゆっくり紹介していく3本目の動画で第1章開国最前夜その1です。また、劇場版第2弾作成決定とテレビアニメ第4期作成決定。とても楽しみね。前回の動画を見ていない方は、こちらの動画をご覧ください。URL は概要欄に貼ってあります。一気に見たい方は、再生リストの点すら小説9巻魔都開国編で一気見できます。細かい内容が知れる、補足的なものとして、楽しんでもらえればと思います。ゆっくりしていってね。前回の復習終わりの一部、実際には、正幸は何もしていない。しかし観客にはそれがわからないため、先行という二つ名から、正幸を過大評価してしまうのだ。すべては、ユニークスキル選ばれし者の権能によるものだった。正幸もこの頃には自覚していたが、もう止めようがなかった。というか、止め方がわからないというのが正解だ。この能力に対抗するには、最低でもユニークスキル保持者でなければレジスト不可能である。正幸が自分の意思で止められない以上、噂が拡散するのは当然の成り行きだった。正幸としては胃が痛くなる思いであったが、それで不利益を被るわけではない。なので諦めて、適当に民衆の期待に応えるふりをして、勇者を演じることにしたのだった。そしてその頃、4人目の仲間が加わった。ジオという名の少女である。かなり高レベルな精霊魔法の使い手で、正幸の噂を聞きつけてやってきたのだ。当初は正幸を、勇者を名乗る不届き者だとなじっていたジオ。しかしいつしか、正幸のことを信奉するようになっていた。変わり者だが回復魔法も扱えるジオは、パーティの要として活躍するようになったのだった。こうして正幸とその仲間たちは、破竹の快進撃を続けた。冒険者としても A ランクに到達し、武闘大会では負けなし。イングラシア王国を活動拠点として、たった1年足らずで英雄の仲間入りを果たしたのである。そんな感じで、怒涛の1年が過ぎようとしていた。自分でも呆れるしかないが、今では正幸は勇者と呼ばれることに慣れてしまった。人は状況に慣れる生き物だというのは本当だなぁと、正幸は他人事のように思ったものだ。喝采を浴びる自分に、疑問を抱く日々。そんな正幸に、大きな転機が訪れる。ここから、開国最前夜その1本編です。正幸たちは今回、勇気からの要請で動いていた。イングラシア王国周辺の小国の一つバラキア王国にて、奴隷売買を行う巨大市場の存在が確認された。運よく逃げ出した奴隷が助けを求めてきたそうで、調査員を派遣する必要に迫られたのだという。だが、相手は小さいとはいえ、一つの国家が関わっている可能性がある。推定危険度は B プラス以上であり、荒事が得意な冒険者には荷が重い仕事であった。僕としては断りたかったんだけど、スポンサーの意向には逆らえなくてね。君たちは有名だし、おとりになってもらいたいんだ。と、正幸は勇気から頼まれたのだ。調査員だけを派遣すると任務達成が難しいので、正幸たちに同行させたい。そして、調査員が奴隷売買の証拠をつかむ間、勇気たちがおとり役を務めてバラキア側の目を引きつける。それが、勇気から受けた依頼である。A ランクとなった正幸たちならば、バラキア王国としても無下にはできない。調査は同行者が行うので、バカンスを兼ねた任務であるとも言える。正幸としても、特に問題はないように思えた。正幸さん、ここは一つ助けてやりましょうや。なあに、戦争になっても小国相手なら、俺たちだけで勝てますって。正義感の塊のような発言をする陣雷。正幸に負けていこう、昔の陣雷からは考えられないほどに紳士的になっている。そうだね。今のご時世、奴隷なんて許せないよ。正幸くんの力なら、相手も簡単に改心するだろうね。異世界人であるバーニーは、何らかのユニークスキルを持っている。なので選ばれし者の影響にレジストしたようだが、それでも正幸のことを尊敬しているようだ。正幸としては思い当たることは何もない。それどころか、バーニーには色々と本音を愚痴ったりしていた。それでもバーニーは、正幸を信頼して色々と助言をくれたりする。客観的に正幸を見てくれるバーニーの発言を、正幸はいつも参考にさせてもらっていたのだった。なので今回も、この発言が決め手となったと言える。うん。正幸様の判断なら、私は従う。ジオは端的にそう言うのみ、正幸を盲目的に信じているらしく、あまり反対意見を言うことはなかった。そんなわけで、正幸一行はその依頼を受けて、こうしてバラキア王国までやってきたのだ。そしてその地の迎賓館にて、バラキア王国だけではなく、周辺国家の貴族なども参加する舞踏会が催されていた。それに招待された正幸は、現実逃避したくなるような過酷な状況にさらされていた。なんと、奴隷売買の現場を目撃してしまったのである。勘弁してくれよ、それは調査員の仕事だろう。またかよと、泣きたくなる正幸。トイレを探した帰り、本当に偶然前を通りかかった部屋の中から、小さな話し声が聞こえた。別に見るつもりはなかったのだが、ふと中を見てしまった正幸。すると、正幸を出迎えてこの国を案内してくれた貴族でもあるブレイバー伯爵がいて、正幸とバッチリ目が合ってしまったのだ。それは一瞬の出来事。
ここで。困りましたな。聞かれてしまったからには、仕方ございません。邪魔されぬよう、部屋の外には屈強な兵士を立たせておったのですが、まさか倒されてしまうとは。さすがは勇者様、ということですか？笑顔のままに、ブレイバー伯爵はそう言った。いやいや、そんな人はいませんでしたよ。ちょっと文句を言おうとした正幸はしかし、その言葉を遮られてしまう。勇者殿はご乱心召された様子。このままには、捨ておけぬ。者ども、出会え、今すぐに取り押さえるのじゃ。なんと、ブレイバー伯爵と会話していた相手が、立てかけられていた剣を抜いてブレイバー伯爵を切り捨てたのだ。そしてその剣を投げ捨て、正幸に罪をかぶせるように大声で騒ぎ始めたのである。そこからは、いつもの展開だった。わらわらと出てきた兵士たちを、正幸と一緒にいた陣雷が睨みつける。おおお、ゾロゾロ出てきやがって。だが、お前ら程度なら、正幸さんが相手するまでもねえな。この俺様が軽く揉んでやるぜ。凶悪な人相を歪めて笑い、陣雷が動く。正幸からの加護を受けて、それは陣雷の領域に足を突っ込んでいた。ちぃ、化け物め。いや、それを飼いならす勇者こそが、わしの邪魔をする敵であったな。ブレイバー伯爵を切り捨てた男。ゴーセル公爵が、肉肉しげに正幸を睨みつけた。勝負はついたでしょう？諦めて、投降を。隣の部屋に控えていたらしき兵士たちは、全員が陣雷に倒されている。ならば勝負あったと考え、正幸はそう提案した。しかし、その考えは甘かった。勇者様はお優しいと評判でしたな。だが、この状況。この惨状を見れば、誰もがわしの味方となる。そう言われて正幸は、倒れくすブレイバー伯爵のことを思い出した。騒ぎを聞きつけて駆けつける者たちの足音が聞こえる。まずいですぜ、正幸さん。ここはバラキア王国。勇者の名声が轟いているとはいえ、正幸は客人に過ぎない。この国の重鎮であるゴーセル公爵と正幸では、その信用度はゴーセル公爵の方が上回る。そう考えてのゴーセル公爵の余裕の態度であり、陣雷が焦った理由であった。しかし正幸は慌てない。心の中で愚痴るものの、これはいつもの流れであると、直感的に気づいたからだ。ユニークスキル選ばれし者は、恐ろしいほどに状況を整えて、正幸を英雄へと導くのである。それは今回も同じだった。騒ぎを聞きつけ、集まってくる野次馬たち。ここバラキア王国の貴族たちや、他国からの客人たちの姿も見える。それを横目に勝ち誇るゴーセル公爵だったが、その顔はすぐに驚愕に歪むことになる。わしはどうなって。うめき声を上げつつ、ブレイバー伯爵が意識を取り戻したのだ。正幸様、この男は重要な証人なのでしょう？まだ生きていたので、治療を施しました。いつの間にやってきたのか、治癒が魔法でブレイバー伯爵を癒していたのだ。そして、褒めてほしそうに正幸を見る。おう、おっさん。正幸さんが情け深い方でよかったな。ここで正直に証言するなら、奴隷売買の罪だけで済む。だが、隠し立てするなら、あんた、そこの男にまた消されるだけだぜ。さて、どうするよ。獰猛な笑みを浮かべた陣雷の言葉に、ブレイバー伯爵は状況を理解した。素早く計算を働かせ、そしてどうしようもないと諦めたのだろう。ブレイバー伯爵はがっくりとうなだれ、その場で自白したのである。どうした？これは一体何の騒ぎじゃ？そこに都合よく登場するバラキア国王。大騒ぎしていた貴族たちもおとなしくなり、事態はすぐに収拾する。正幸の予想通りであった。それからも、事態は急展開を見せた。派遣された憲兵隊が、ブレイバー伯爵とゴーセル公爵の館に突入し、奴隷売買の証拠をつかむ。そしていたのは、ゴーセル公爵が犯罪組織の幹部の一人であったという驚くべき事実だった。しかもそれだけではなく、その犯罪組織の本拠地がこの地にあると判明したのである。バラキア国王は、この事態を重く見た。西側諸国に影響力を持つとされる犯罪集団オルトロスが、この小国バラキアを隠れ蓑にしていた。それは断じて、バラキア国王が容認できる話ではなかったのだ。オルトロスが扱う商品は奴隷だけではない。武器や防具、怪しげな魔法薬、麻薬や魔物、マジックアイテムからアーティファクトまで多岐にわたるのだ。当然だが、小国が太刀打ちできるような相手ではない。そこでバラキア国王は、自流組合を巻き込むことにした。言うまでもなく、その対象となったのが正幸たちの先行だ。慣れとは怖いもので、正幸もこうなることを予想していた。ああ、やっぱりこうなったか。と思いつつ、バラキア国王の申し出を了承したのである。その後、正幸たち、A ランクパーティが参加するとあって、オルトロス掃討作戦には大勢の冒険者も集まった。バラキア国軍と合わせて、その数は2000を超えたのだ。その全てが選ばれし者の影響下に入った時、想像を絶する強さを発揮したのである。オルトロスの拠点にも、数百名のメンバーが待機していた。中には A ランクに相当するような猛者も複数名在籍していたし、捕らえられていた魔獣も脅威であった。国家規模の戦力。それなのに、犯罪集団オルトロスは、正幸を旗印とした相当部隊によって完膚なきまでに粛清されたのである。実のところ、正幸の出番などなかった。
いや、そこにいるだけで役に立っていたのだが、本人としては自覚がなかったわけだ。そうして、正幸一行が加わった掃討作戦は見事に成功を収めた。こうして、悪名高いオルトロスは壊滅したのだ。今回もまた、正幸が何もせずとも状況は好転したと言える。そして正幸の勇者としての名声は、イングラシア王国のみならず、西側諸国の隅々にまで広まる結果となったのである。いつも通り、無事に終わった。それで話が終わればよかったのだが、今回はもう一つ問題が残されていた。保護された奴隷たちの中に、魔物が混ざっていたのである。凶暴な魔獣もいた。それらはその場で殺されたのだが、そうはできない者たちもいた。エルフである。そして問題とは、そんなエルフたちの扱いについて、だった。彼らはジュラの大森林に帰ることを希望したが、そのまま解放するというわけにはいかなかった。そう判断した理由は、現在の世界情勢にあった。ジュラの大森林は、魔王リムルの支配領域となったばかり。そんな時に、奴隷にされたとエルフたちが魔王リムルに訴え出たら、魔王リムルがどう動くかわからない。牽制を誇示するように、報復に出る可能性もあった。ファルムス王国の惨状は、西側諸国が知るところである。大国であったファルムスでさえも滅びたのに、小国であるバラキアに抵抗などできるはずもない。正幸殿。なんとかしてくだされ。威厳ある王は、人目を避けた別室で正幸に泣きついた。そう頼まれた正幸は、断るのもかわいそうだと引き受けることにしたのだ。エルフの皆さんをテンペストに連れて行くだけだし、問題ないよね。と、気軽に考えたのである。それが間違いの始まりであった。勇者正幸が、テンペストに出向く。それを聞いた人々は、ついに正幸が魔王討伐を決意したと受け取ったのだ。噂は、あっという間に広まった。しかし正幸は、ことはあまり重要視しなかった。今度もまた、いつものようにうまくいくと、慣れっこになった頭で考えてしまったからだ。ユニークスキル選ばれし者の剣能は、確かに恐るべき効果を発揮する。それは疑いようもない事実だが、しかし、上には上がいる。それもまた、確かな事実であった。そして正幸は、そのことを慢心とともに失念していたのだ。じゃあそういうことだから、現地で落ち合おう。その言葉を残して、勇気との魔法通信が終了した。ことの結果報告と、今後の打ち合わせである。イングラシア王国は多重の結界に守られているため、魔法通話を行うにも特定波長の暗号化通信でしか繋がらない。気軽に行えないので、決まった日時に行うように取り決められていたのだ。通信を終えた正幸は、やれやれとため息をついた。勇気さんも心配しすぎだね。まったくな。正幸さんが本気を出せば、魔王なんて怖くないって。その通りです。正義の鉄槌を下してやるべきです。正幸は、そんなことを仲間たちと言い合う。そんな中、バーミーだけは冷静だった。ですが、正幸くん。あの聖人日向でさえも、魔王リムルと引き分けたと聞きます。油断はしない方がいいかもしれません。それを聞いて、正幸も曖昧にうなずいた。そして思う。今までは順調だったが、考えてみれば自分は何もしていないな、と。正幸は日向を知らないし会ったこともないが、正幸が尊敬する勇気は日向のことを褒めていた。そんな人物が倒せなかったというのだから、魔王リムルは正幸が考えている以上に危険である可能性が高い。そう思い至り、少し自重しようと思ったのだ。まあね、確かに。魔王リムルは人との友好を目指してるそうだし、いきなり喧嘩越しで挑まない方が良さそうだね。ははん、魔王の野郎も命拾いしやがったな。魔王は悪、これは間違いないのです。ま、それは今後の魔王の出方を見て、判断するしかないでしょうね。ともかく、聖人日向が魔王と和解した今、正幸くんしか勇者にふさわしき人物はいません。慎重に行動すべきでしょう。その言葉に、正幸もうなずいた。うん、そうだね。皆が力を貸してくれたら魔王にも勝てると思うけど、ここは慎重に行動しようか。そう言って正幸は、魔王リムルと戦うという選択を保有した。まずは様子見、そういうことだ。ジンライやバーミー、そしてジュー。この三人の仲間たちは、正幸の目から見たら化け物だ。正幸自身は大したことはないが、この三人が負ける姿など想像もできない。ま、戦えば勝てるような気がするけど、僕だって別にリムルって魔王に恨みがあるわけじゃないし。わざわざ喧嘩を売らなくてもいいかな。ってなことを、気楽に考える正幸。そして正幸一行は、意気揚々とテンペストへ向けて出発したのだった。今回はここまでだぜ。正幸さんに任せておけば、魔王なんざイチコロだぜ。最後まで見ていただきありがとうございました。これからも〇〇復習や〇〇相関図など作っていきますので、チャンネル登録と高評価とコメントよろしくお願いします。また見てね、バイバイ。